こちらの写真は懲戒および訓戒リストとなっております。警察官が不祥事を起こしてですね、懲戒や訓戒に入りますと、こういったリストにですね、すべて記載されるようになっているんですが、まあ、結構ですね、訓戒リストにはやばい案件が載っておりまして、こんな感じでね、酒気を帯びた状態で普通乗用車を運転し、物損事故を起こして、これは免職ですかね。あとは同僚、職員所有の現金1万円を窃取するなどしたもの、これ窃盗だと思うんですけどね、一応停職になってますね。あとは公然と猥褻な行為をするなどしたもの、こちら減給で済んでいるんですね。次に女性のスカート内をスマートフォンで盗撮した、これ普通に犯罪だと思うんですけど減給で済んでるんですね。あとは女子トイレに侵入したり、自動ポルノを製造したり、衣類の上から女性の臀部を触るなどした、こちらは痴漢に該当するんじゃないですかね。実はこれ減給になってると。自動ポルノを製造した、こちらについても減給という扱いになっているそうですね。こちらの画像に関しては、実際に大阪府警察の警察官が不祥事を起こした際に記録される懲戒・訓戒リストになっているんですが、簡単に言うと令和4年度に警察官が起こした不祥事のリストとなります。一般市民の我々からするとこんなことをする警察官がいるのかとちょっと疑ってしまうような事例なんですが、実際にいるようです。こうした行為を行った警察官が刑事罰を受けたのかという点に関しては定かではありません。いずれの懲戒案件に関しても、一般的な企業であればね、通常これらの行為っていうのはね、逮捕か在宅起訴をされるはずですから、刑事試験ということでね、一発懲戒免職に当たるような行為なのではないかなと思うんですが、警察の内部ではですね、このリストの中だと、酒気帯びの状態で物損事故を起こした、こちらは免職になってますね。それからもう一つ、自動ポルノを製造する、こちらに関しても免職になってます。逆に言うとそれ以外の案件に関しては減給か停職ということになっておりますから、一般的な企業の常識から考えるとですね、ちょっと考えられないほど甘い処分になっているんじゃないかなと。正直私も初めてですね、この懲戒訓戒リストを見たんですが、率直に思った感想でございました。こちらについては大阪府警察のものになるそうなんですけれども、日本国民であれば誰でも請求を行えばですね、こういった警察部内の懲戒訓戒リストというのは閲覧可能であるとのことでございます。もし気になる方がいたら調べてみてもいいんじゃないかなとは思います。公務員という形でね、国家機関でございますから、そういった国家機関に所属している人物がですね、起こした不祥事というのは当然それを閲覧することができる権利を日本国民は有しているということでございます。